じゃあ次の質問何でもいいです元気に言い上げて。じゃあ今度はそうだな、じゃあこっちの前でさ2列目の端っこにいる君かな。いや名前なんてんだい。まなみです。うん、じゃあまなみの質問は何だい。クラスがクリスマスプレゼントに欲しいものは何ですか。お、クリスマスって聞いたことあるぜ。なんか人間の世界で楽しそうにやってんだってな。その時はさ、なんかプレゼントもらえるのかい。いい子はもらえる。俺150歳だけど。うん、子供にあげてくれ。お前たち最高だぜ。ありがとうございます。すすいのすい、ふふ。ねえ、おいてかないでよ。あ、ドリーとデスティニーじゃないか。じゃあみんな、ドリー、デスティニー行きようぜ。せーの、ドリー、デスティニー。わーわー、あら、こんにちは。ハローみんな。よー、人間の世界についていろいろ教わってたんだ。そうだドリー、みんなにクジラ語教えてやってくれないか。お、デスティニーがいい。私も教わったの。連れてくればよかった。いるけど。わあ、いつから。じゃあみんな私の後に行ってね。クジラソー、アロー。みんなも言おうぜ。せーの、クジラソー、ハロー。やる。みんなすごい、とっても上手かったわよ。マッコウクジラ弁も聞こえたわ。かなり上級よ。みんなのおかげで道理が助かったぜ。お前たち最高だぜ。もう海運、海運、海運、海運。パパ、海運に乗ってサーフィンしようよ。わかったわかった。さあ家族が呼んでる。今日はみんなに会えてすっげえ嬉しかったぜ。お前たち最高だぜ。もうありがとう、楽しかったぜ。大地、もうすでに好きっぽいじゃなくて好きなんだと思うぞ。